をされに行くんですか。実はあのサラマンダーズの、はい、サラマルちゃんって、はい、キャラクターがいるんです。はい、その子の尻尾が売ってるらしい。尻尾が売ってるらしい。両方耳にしました。でも熊本に来たからには買わずに帰れるかと。これはその情報入っちゃったんで僕に。絶対持ち帰りたい。絶対持ち帰りたい。球団代表の意地にかけても。時々が止まりませんね。あ、これか。あ、サラマルがすごい。サラマルってトカゲなんだ。トカゲの尻尾。思ったよりでかいですね。もうこれぐらいのやつかな。ファーサイズかなと思う。いらないですね。大丈夫です。あ、キャップ持ってますね。サインボールとかありますね。チケットホルダー。チケットホルダー。うん、じゃあまあとりあえずお願いします。これは作れる仕様な。あ、なるほどですね。そういうことですね。気分はサラマルですね。うん、そうですねって言ってもらっていいですか。あ、でもいいですね、メガホン。こういうのやっぱ使いますよね。いいですね、王道に通年通して使いますね。ユニフォーム着たいですよね。1万500円。またカラーバリエーションがあるのいいですね。女性もなんか使えそう。あ、可愛いデザイン。いいですね。選手の名前が入ってる。うんうんうん。あ、そうですね、ここに書いてますね。あ、すごい、在庫ゼロ。在庫ゼロがすごい。在庫ゼロがすごい。お祭り男って書いてますね。あ、優勝記念タオルとかありますね。九州アジアリーグ言っても、IP、あの僕らフロンティアリー初代チャンピオン、はい、そうですね、初代チャンピオングッズなんかってこう作りたいですよね。お、ありますか、製品化。はい、おいいんじゃないですか、こういうタオルとかね。いいですね。チャンピオンってかけますか。いや、素晴らしい、かっこいいですね、デザインがまた。これ映えますね。映えるよね。ユーロに赤いグラデーション、これ球場でも本当に映えるからいいですね。ね、これちょっと持ちたいですよね。狙いはサラマルですね。サラマルか、まあ選手はね、全員当てたくなっちゃいますからね、一人当てると。そうですよ、コンプリート性がありますから。やっぱサラマル単勝狙い。単勝狙い、ガチですね、見てません。サラマル、ダメですよ、すごいんだけど、サラマル率で動かしたらダメです、ダメです、ダメです、通報です。300円になります。サラマル狙い。サラマル狙い。尻尾買ってますからね。サラマルも見てくれてます、やっぱり。尻尾買ってくれる方には出てくれますよ。じゃあ団子ちゃんと僕でどっちがサラマル引けるかっていうね。なるほどですね。2枚ください。じゃあ、はい、挑戦です。いやいやいや、そんなね、私がサラマル出したらもうこの動画使えなくなりますから。終わっちゃいます、終わっちゃいます。もう出してください。これ逆な意味でちゃんと終わらせて、終わらせてください、ね、この動画を。サラマル、いただきますよ。いただきます。違うしてますね。重いですね。ちょっと重たいですね。動画の高が上がりますように。上がりますように。明日に投手、明日ですね、明日に大輝選手ですね、投手です。ありがとうございます、明日に選手、ご利益ありますね、はい、じゃあいいですか、すいません、作りましたよ、ステージを。よいしょ、開けてもらっていいですか。いきます、ありがとうございます、ありがとうございます。2番の2番ですね、はい、小林優衣外野手ですね、はい、ありがとうございます。なもちゃんのお気に入りの小林外野手ってことでよかったですね。もう今日からそうですね、もうファンになります。、はい、ありがとうございました。今日からお世話になります。はい、ありがとうございます。せっかくなんでね、今伊藤さんが来られましたから、はい、
宮舘さんにも、はい、サラマルチャレンジをちょっと。そうです。サラマルを誰がサラマル引けるのかっていう。サラマルが出れば大当たり。もちろんね、どれも当たりなんですけど、なんですけどやっぱりもうサラマルの尻尾買ってるんで。サラマル尻尾買ってるんですよ。もうこれは当てないといけないですね。はい。今日ね、球場の選手のアナウンスしていただきました。これも男前やん。これも12番なんで、12番高橋さん投手ですね。投手です。投手ですね。でもね、こう被ってないですから、今のところ。そう、被りないです。被りないです。で、なんとなんと、伊豆副代表も来られてたので。あ、実はさすがに。もう一回お姉さん。僕よくガチャガチャやるとき、妻に最初に言われるのが、向きになるんだなって。なってますか、ね、向きになって。いやいや、これはね、向きじゃないですよ。向きじゃないです。ミッション。そうです、そうです。赤いチームです。参ります。お願いいたします。マジサラマルです。サラマルかガールズ。サラマルかガールズ。ガールズも当たりだ。いや、どれも当たりですよ。どれも当たりですよ。じゃあ誰だ。21番。また被りなんですね、はい、素晴らしい。源龍馬選手です、ね、かっこいい名前ですね。完全に名字ではもう優勝です。いや、こんだけ引いて被らないって素晴らしいガチャガチャですよ。被らないようにやっぱりサラマンダーさん。そうですよね、配慮してくださってるんですよね。これはもうこんな素晴らしいガチャガチャないです。みんな引いてください。ダメちゃんのは2番ですからね。はい、引いてください。はい、もう忘れませんよ。はい、はい、もう1回ですか。何回でも完全に向きです。完全に向きになる。ここにサラマル入ってるはずなんですよ。多分どこにも入ってるんじゃないかなって感じ。でもここにいる人しか出てきてないよ、ね、どうなんでしょうね。多分サラマル見えはしたんですよね。サラマルいるの本当に。どこで見たか。あ、こっちにいます。これです。これどれがサラマル。この13って書いてある。サラマル。これがサラマルなんだ。ちょっとこっちだったじゃないですか。はい、ちょっと気分転換に。どっちもサラマル入ってた。それやり始めるとどんどん向きになってくるパターンあります。どうせ引くなら中野俊介を引いてください。あ、中野がいますよね。中野俊介こんな位置にいる。すごいすごい。じゃあここで引きましょう。こっちに入ってるかどうかは分かんないってことです。貼ってあるのと入れてある。でもここにある人が今出てきてますよね。うんうん、今のところはそう、そうなんですよ。あ、じゃあやっぱりじゃあどういうことだ。これってさ、はい、ここにサラマルのステッカーついてるんだけど、はい、ここにサラマルのバッチ。サラマルはサラマルが入ってるのはそっちです。ありがとうございます。今一番取れない。だから俺の戦いは始まってもなかった。あ、そうですね、やっと始まった。今からですね。練習待ってください。いや、でもこれだけのかぶりがないってことをお伝えできただけで。そうです、そうです。さんのガチャは全然かぶらないよっていうの。そうなんですよ。ありがとうございます。いいんすか。あんなことが起きるんですよ。だからこれちょっとやりすぎじゃないですか。優しすぎません。いいんすか。僕でも当てちゃいますよ本当に。お願いします。当てるまでお願いします。あと10回ぐらい、あと10回ぐらいはやってほしいです。箱買いとかないですか。箱買いで。もうこれごとですよ、はい。やっと、ね、真実が分かって、はい、ここにだけサラマルが入る。でも確実にもういますから。今まで僕らがやってたのはここだ。いや、もうこのね、こちらの選手を覚えたいから。覚えたいから。そうです、覚えたいから。当てたかった。そうです、そうです。真原さん当たりました。うん、すごい、やめてください。あっと、そんな、もう見てください。終わりですか、もうこの動画。サラマンガールです。あー、来ました。これもう萌えちゃんです。もう来てますよ。もうこの流れはもうね。キャプテンキャプテン。素晴らしい。僕はね、萌えちゃん好きだった。そうですよね、はい、好きだった。萌えちゃん推しだったんです。だった。過去ですかね。サラマンと出会うまでは。いただきましたよ、ほら。ありがとうございます。もう選手。あれちょっと菅原さん、菅原さん来てますよ。あ、サラマルが現れた。ちょっと僕の尻尾つけて。サラマルの尻尾買ってきたんです、球団代表が。
まだ可愛いから、うん、このカットつけたねえ、もう出てくれるとね、信じてありがとうございます。あ、深いお辞儀ね、深いお辞儀に深いお辞儀で対応してね、え、本当に地面についちゃうんじゃないかってぐらいね。すごいすごいじゃん、愛されてますね、愛されてますよ、愛されてます。さあこちらのねガチャガチャは、ああ、ありがとうございます。もうでも今ねサラマルに会いましたから、もうこれは引いていただかないと。さあサラマルのね熱冷めやまぬうちに、そんなことありました。サラマルに出会ってから、サラマルとハグして1回目のコインでサラマル出ちゃうんですよ。ありがとうございます。はい、やっと終われるっていう感じがすごい。出口が見えてなかったっす。だからもうサラマルって言ったんですよね。センディヒット社でもガイドブックももらいました。そうですよ、これたもうねただですよね、はい、このガチャガチャは、はい、でも本当に被らなかったですね。もう3枚残ってるんですよ。もうあと全部サラマル引いていただいて。だから止まらないサラマル。そうですね。やっぱサラマル出会ってからだと排出率止まらないよってことを実証して、はい、そうですよ。大事ですよ。サラマルに会ってから引きなさい。そうですよ。もしねサラマル目当てだった選手のね目当ての方ももちろんこう引いていただいて。ね。もう効果終わりですね。サラマル効果終了ということで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21回。すごい。21回ですよ。たった。そう、そうですよ。21回にしかも選手名鑑いただいてますから。そうですよ。これはあの情熱次第と。そうですね。まあ、あの本当は660円でね販売されているものなので、はい。た21回でこれだけの選手の缶バッジと、あとファイターズがあるじゃないですか。そうですね、アラマンダーズがある、はい、2名出てますからね。特にあかねちゃんは今シーズン、はい、レアですね。レアです。そうですよ。ぜひこのサラマルの尻尾と、このガチャガチャを回すと、ね、そう、尻尾つけた上でサラマルに合わないと、このそうですよね、出ないですよ。そうですよ、尻尾買っていただいて、こうしないとですね。あ、曲がる、曲がるんだ。曲がるんですよ、これどうやるんだろうと思って。曲がるんですよ。これもしかしたら曲げてなかったから出なかったんじゃないですか。ちょっと気づかなかったです。いやいや、全然あの 100% 冗談なんで。冗談で送り 100% の冗談で。そうですよ、茶番でしかない。ねえ、でも本当楽しかったです。これぜひあの、ね、球場で、そうですね、試合だけじゃなく、そうですよ、こういったことをきっかけに引いていただいて、選手をね知っていただけるきっかけになればなと。落ちきれない感覚ですよね。これも夏の思い出ですよね。もう秋ですよ ね、 だね。もう10月1日、うん、もう秋ですけど、はい、これでね心置きなく北海道に帰れます、ね、そうですね、はい、お土産できましたね。お土産できました、うん、いや、パンパンですよ。荷物チェックとかで大丈夫ですか。ありがとうございました。つけたまま行きますね。